聞いてください。ファーマシー。うわー、心地よくて苦しい、いつもいい僕でちゃんとしていなきゃと思ってた。止めどないこの想いにもう嘘をつけなくて、これまでのやり方ではもうダメだってことかな。旅に出ないよ魂、君の腕の中はファーマシー、傷ついた時は抱きしめてほしい。いつでも誰にも譲れないもの、守るためがあってこう、たとえ道すがら涙で目の前が見えなくなっても、確かに踏み出す僕を君だけは知っていてよ。傷ついた時はその胸に強く抱きしめてほしい。行くことの方がずっと怖いから、崩さないように乱さぬようにためらいがちだけど、生きることは虚しい、どうなるかもわかんないんだし、君が行かなきゃ誰が君の毎日を生きるの。皆さんありがとうございました。